花粉症の季節です。6年3組でも花粉症が大流行です。このクラス花粉症が多いな。まったく地獄だぜ。ま、なってみないとわかんないだろうけどな。よいしょっと。佐藤君が使用済み花紙の等級モーションに入ったわ。真由美、しおり、ゴミ箱前にて待機。ポジション取りは完璧よ、おがちん。リバウンドは私に任せて。さあ、佐藤君、早く。さあ、さあ、さあ、さあ。なんで捨てねえんだよ。机の中に押し込むなんて汚ねえな。うるせえ。佐藤君、どうしたのかしら。なんで捨てないの。わからないけど、もしかしてもうティッシュがないのかも。ということは、あのティッシュを使い回すのね。あ、どれだけの佐藤君エキスが蓄積されるのかしら。でも、それだといつ捨てるのかわからないね。ねえ、これを見て。私、佐藤君のために実はいっぱいティッシュを用意したの。うわー、やったね。さすがね、しおり。これを返して、小寄りにして、肌をくすぐり。エキス、佐藤君と魂を共有しようってわけね。違うよ、全然違うよ。外は花粉がいっぱいだぞ。じゃあ、しんちゃんのマスク返して。俺のかよ。まあいいけど。ほれ、お前も花粉症なんだから自分のマスクぐらい用意しろよ。次からそうするっす。では、このマスクをつけて遊ぶっすよ。関節キッス。右足セット、右足セット、左足セット、左足セット、カタパルトスタンバイ OK。 お待ち、いけー。立てないわよ、奥様。よーっと。やった。あ、マスクが。すぐに拾わないと。あ、悪い。お前ら、早く佐藤君のマスクで解毒を。あれ、ない。まさか他の女子の誰かがもうすでに。佐藤君、関節キッス。待ってて、おがち、今探すから。でもどうやって。もう誰かがマスクをつけてるかもしれないのに。大丈夫よ、佐藤君の匂いは体が覚えているもの。待って。何を。顔が近い。やめ。違うわ。次は。でしょ。隊長とはいえ、オガチンだってライバルなわけだし、ライバルのためにこんなチャンスを逃すのもおかしい話だと思わない？
しおりちゃん、まゆみちゃんも佐藤くんが好きでしょね。私はそこのあなた、何、私の目はごまかせないわ。あなたずっと佐藤くんを見ているわね。そんな私、隠すことはないわ。あなたのその熱い眼差しは素晴らしいわ。さあ、私と一緒に佐藤くんを見つめ続けましょう。一緒に。私は尾形愛理、あなたは？私は私は佐藤くんも尾形も好きだもん。だからこのマスクは尾形に。佐藤くんのマスクが。ん？今なんか踏んだような。旧姓に上履きの裏の匂いを嗅がせるなんて、こいつが勝手にやってるだけよ。やっぱり匂いが上履きの裏に映ってる。こうなったら何も見えない、何も感じない。私の体とうとう腐りきってしまったのね。佐藤くん、さよなら。これは、この匂いは、佐藤くんのかすかな匂い。佐藤くん。加藤さん、もう授業時間だっていうのに何してるの？ちょっと、私の上履き返しなさいよ。三つ葉の上履きを気絶した尾形の顔に押し付けるだなんて、なんであんなこと。いくらなんでもひどすぎるわ。普段はあんなに仲良くしてるのに。鬼畜ね。まゆみちゃんも元はあんな子じゃないんだけどね。